西田明夫は、京都府京都市出身のプロ野球選手。宇藤右内。東京ヤクルトスワローズ所属。小学1年生の時に、京都の伏見桃山クラブで投手として、野球を始める。京都の伏見中学校時代は、京都ファイターズに所属、主に保守でプレーした。川上監督に誘われ、北昌高校へ野球留学。1年春から長打力を期待され、 保守以外のポジションで出場。2年秋の新チームから首相として保守へ戻った。打っては3番打者として勝負強い打撃で、9試合9打点をマークし、北海道大会優勝に貢献。秋だけで14本塁打を量産。守ってはエース、またの字渡るを、高リードし、春夏連続甲子園出場を果たした。なお春の甲子園では、 選手先生の大役を果たした。2010年のドラフトで東京をヤクルトスワローズから3位指名を受ける。またのもヤクルトに4位指名され、北海道の同じ高校から2人指名されたのは史上初の快挙である。2011年、2012年ともに一軍未出場。2013年5月20日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で一軍デビューを果たし、 9月12日の広島東洋カープ戦でプロ入り初のスタメンマスクをかぶった。またイースタンリーグでは同僚の荒木隆弘に次ぐリーグ2位の打率331をマークした。2014年9月24日の広島戦でプロ入り初本塁打を含む3安打4打点を記録し、ルーキーで同じ北海道の高校出身の杉浦実代の大の プロ初勝利をアシストするとともに、自身もスタメンマスク初勝利を飾った。なお、一学年上の杉浦とは、高校時代に練習試合で対戦したこともある。2015年は、13試合に出場した。2016年は、畑山和弘が、左右張り骨骨座賞で、戦線離脱したことや、中村雄平を聖保守として使用している事情から、一,塁一として、 出場する機会もあったが、打力を買われて、スタメン保守として出場する機会が増えた。2017年、打率。137と、打力が低迷し、前年より、出場機会は大幅に減った。2018年、プロ入り後最小となる4試合の出場に終わった。2019年、主に代打や守備固めといった途中出場が多かったが、 前年よりは多い47試合に出場した。2020年、正捕手の中村や、新加入の島本宏が、相次いで故障したため開幕から、先発出場する機会が増えた。8月15日の横浜 DNA ベイスターズ戦で、小川康弘とバッテリーを組み、小川の史上82人目となる、ノーヒットノーランをアシストした。2021年、 3月30日の横浜 DNA ベイスターズ戦では内閣をえぐる強気のリードを見せ、チームの勝利を導いた。これによって開幕から続いていた連敗を3で止めた。しかし翌日の31日、新型コロナウイルス陽性になったと報じられた。遠投110メートルの強肩。2塁送球は1.8秒を記録する。高校通算34本塁打。パンチ力があり、 打力を買われて、ファーストを守ることもある。2019年のシーズンオフに、名古屋市在住の一般女性と7月に結婚していたことを公表した。ヤクルトのスカウトだった鳥、原康二によると、ドラフト時の身長は1 7 3センチメートルで、当時の球団幹部は、身長が1 7 5センチメートル以下の選手は取らない、との方針だったが、 どうしても西田が欲しかったためプロフィールを 176cm と修正したと著書で述べている。しかし、2021年現在は身長が 178cm となっているがプロに入って伸びたのかは不明。ありがとうございます。